どうもブログ編集長のベガです。毎日コメントありがとうございます。それではですね、トレードの相場分析の方をね、行っていきたいというふうに思います。現在のね、日時はですね、2021年11月1日の、午前9時25分ってことで、まあ日経225の方がね、動き始めて、まあ 29,572円39銭ってことで、まあ先週に比べて682円って、はい、高いスタートで、はい。始まりましたが、ちょっとね、まあ、リアル社会の方はね、まあ、こういう風に見て、4時間足で見たらね、まあ、先週からの比べても、ちょっと28,500円から、まあ、29,000円ぐらいのあたりで推移してるってことで、まあ、年初から、はい、比べてもね、あんまり変わってないですね。2021年の初っ端がね、だいたい26,000円。はい、まあ、でも、それでもね、ちょっと、はい、大きく上がって、まあ、金融市場全般大きく上がってるんですけどね、まあ、ね、これからちょっと申し上げていく、まあメタバースとか NFT とか、まあそういう銘柄とはちょっと全く違うような、うん、動き方ですね。金融市場全般動いてるって、上昇してるっていうような感じで、うん、言われる方も多いんですけど、後でちょっとご説明する、このエンジンコインね。うん、私2週間前、ちょっとね、2週間前の10月18日ですね。ここに、はい、買いのシグナル入れて、今、短期で儲けたいんだったら、儲けて、買ってくださいっていうふうに申し上げたんですけど、うん。今週ね、10月31日、3.5 ドルまで、この2週間で、なんと2倍まで上昇しましたね。うん。そこからちょっと暴落あって、今、2.5 ドルぐらいでね、うん。まさにその、完璧にちょっと予想的中させていただいたので、まあエンジンコインに関して、まあ、うん、先週ね、ちょっとFacebook がメタバースに、メタっていう会社に、社名変更したってことで、まあ NHK とか、まあそういうところで大々的に報道されたってこともありますし、うん、まあ先週ね、ちょっと千葉の方で、NFT、ブロックチェーンの展示会もありましたので、その面も含めて、うん、今日ちょっと熱く語らせていただこうというふうに思います。これですよ、NFT、はい。これからちょっとメタバース NFT ね、この値動きです。2週間で要するに2倍近く上がるような、日経とは全く別次元の要するに上昇をしてるんだっていう、まず相場全体の俯瞰必ずしてくださいね。うん、必ず俯瞰していただければと思います。エンジンコインはね、 NFT の代表格なんで、まずはい、今日はちょっといろいろ、はい、語りたいことありますので、はい、語っていきます。それではね、まず相場全体を俯瞰していきます。いきます。日経みたいなオールドエコノミーから BTC みたいなニューエコノミー、要するにリアル社会からオンラインの VR 社会にどん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 人とお金が流れてきてるっていうことです。うん、それはちょっとエンジンコインのね、10月31日の値動きをご覧になられてももう明らかですよね。うん、リアル社会からオンラインの VR 社会にどん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 人とお金が流れてきているってことです。まずね、まず相場全体の、はい、こういう大きな流れをまず捉えてください。で、そういう意味で申し上げたら、先週の金曜日ですね、報道ありましたね。うん、Facebook がメタっていう会社に改名されるってことで、まあメタバースの会社になるっていう意気込みで、はい。このちょっと報道をですね、まあね、まあちょっと幕張の方で聞いてたわけですが、まあ幕張の展示会もね、ちょっと金曜日にちょっとアップさせていただいたんですけど、その中でもね、もうメタ、Facebook のメタの、はい、ね、話題で盛り上がってましたね、ものすごい。ものすごい人、来られてましたし、NS、うん。まあ人ものすごい来られてましたし、まあメタっていうキーワードでものすごい盛り上がってたような感じがあります。でですね、まあそういう中で、まあ今後ね、どん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 そのメタバースに、に注目が集まるってことで、まあちょっとね、後でちょっとは、はい、私ね、はい、ご説明させていただくんですけど、有名人の中に、まあちょっとメタバースとかに関して、はい、信憑性の低い情報を流している方もいるので、まあそれに対してちょっとはっきりとちょっと反論させていただきます。事実じゃないようなね、
いい加減な情報を垂れ流してる有名人がいるので、メタバースに関してそれはちょっとあのね、私の方で反論させていただいて、皆さんに本当に今ちょっとメタバースでまあ私のあの過去のねトレード動画をご覧いただいた方はね、いかに信憑性の高い情報ばっかり、もう1ミリも狂いがないような、ね、情報を、ね、流してるかっていうのをね、提供させていただいてるかっていうのを分かると思うんで、まあそういう意味でメタバースが、はい、もうこの報道をね先週あったっていうことで、まあ昨日なんかもちょっとメタバースのあつ森なんかでハロウィンやってたんですけど、めちゃくちゃ盛り上がってましたからね。なので、まあいかにこうメタバースとか NFT とかもそういうね、市場が熱いかってことです。まあそういう意味で、ちょっと幕張のね、はい、セミナーの情報をちょっと皆さんにシェアさせていただきたいというふうに思います。で、今回ちょっとシェアさせていただくね、セミナーの内容はね、グミファンダーの CEO の国光博直さんっていう、まあブロックチェーンとか NFT の事業されてるね、この VR の世界ではパイオニアってきた、ね、方なんですけど、まあちょっと情報をはい、セミナーで得たね情報をシェアさせていただくとね、まあやっぱりまあ NFT ってことで、まあ非代替性トークンってことでね、まあデジタルアセットに数量限定性を与えて、まあ本物であることを証明することによって、まあ世界の誰でもこうアートを閲覧できるような時代にどんどん突入していくと。その結果ですね、まあ NFT アーティストはどんどん今後どんどん増えていくっていうことで、まあ今なんかもね、結構小学生で何億とか稼がれてる方が、何百万何億とか稼がれてる方がいるってことで、 NFT に出品して、まあそういうことで、ちょっと私自身も NFT に出品しようと今必死に頑張ってるところですが、はい。でですね、今までちょっとまあアーティストがいくら頑張ってもね、芸能事務所にピンハネされるケースが多かったんで、まあ NFT が進むごとにですね、まあ直で販売するってことで、まあそういうような、まあ芸能事務所にピンハネされることなくね、まあダイレクトに販売することができるってことで、まあNFT のそのプラットフォームはどんどん拡大していくってことね。まあクリプトパンクってとこは、まあ18億円まあ NFT で稼いだ、まあジャック同士しあのツイッター創業者のジャック同士が 2.7 億円稼いだ、ビープル、はい、さんが75億稼いだってことで、まあ NFT 長者がね、大量に出てきてるってことで、まあ本当にね、まあそれでちょっと今後の展望をね、この国光さんによるとですね、まあ今までの NFT 1.0 時代では高額の美術品の売買が主流だったけど、今後は月額数万円から数十万円くらいの稼ぐ小学生が大量に出てくると、予想されているってことで、特に要するにゲーム×NFT が注目ってことで、マインクラフト、要するに集まれ動物の森ってことで、まあ、こういうようなそのバーチャル空間での家具や、要するに、土地、武器、車の経済圏が今後発達していくというふうに予想されているみたいです。これはね、私も全面的に、はい、ね、同じ予想をしています。まあで、まあ、そして、まあ、ブロックチェーンゲームの市場をどんどん拡大していき、まあ、ゲームをしながらお金を稼ぐ。ってことで、まあ、ゲームをして、まあ、月額数十万可能な時代ってことで、まあ、小学生が、まあ、本当にね、大人以上に稼ぐ時代が、どんどん来るんじゃないかっていうふうに、予想されてましたね。まあまあ一概にそうとは限らないですけど、まあまあそれがちょっとNFT のちょっと未来だっていうふうに捉えて、で今エンジンコインなんかも捉えたらこれだけ上がってますよね。まあまあちょっと大人の方にはあれですけど、いかにこうな日経とかにこだわってるよりもこの NFT とかに、特にその武器とか要するに家具とか、まあバーチャル上の昨日のね熱盛のはい、ね、そういうのをご覧いただければ分かるんですけど、そういう売買が主流になって、要するにセカンドライフを楽しんでいくっていう時代になってくると思うんで、
まあそういうような感じで、まあ、あのメタバース上の仮想通貨がどん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 広がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあそうですね、まあネット上で本当にメタバースメタバースっていうふうに言われてて、うん、であんまりちょっとご存じない方はね、はい、あの最新のちょっとメタバースの情報をなかなかキャッチすることができないってことで、うん、で今日ねちょっとまあちょっとはい、まあこれからねちょっと皆さんのメタバース、今回はちょっと先週ものすごいメタバースに関してね、ネット上でも地上波でも幕張でも話題になってたので、まあメタバースに関しての Q&A に答えていくってことですが、まずねちょっと聞き捨てならない有名人の方がいい加減な情報垂れ流しているってことで、私の方で反論させていただこうというふうに思います。ひろゆき氏、ゲーム業界ではすでに枯れているFacebook のメタバース事業を進出に持論ってことで、はい、ひろゆきさんがそのメタバースに関してちょっと発言されてるんですけど、でまあはい、の中で15行目から17行目ですかね、うん、まあひろゆきさんがちょっと語られて、まあ IT のゲームを知らない人たちがメタバースとか騒いでるんですけど、ゲーム業界ではすでに枯れていると語ったってことで、発言されてるってことですけど、枯れてないっすよ、うん、全然枯れてないっすよ、うん、それはちょっと集まれ動物の森とか、まあ、例えばフォートナイトとかマイクラとかマインクラフトとか、まあそういうね、発信をしたらいかにこう、まあ、小学生みたいなとか中学生みたいな、まあ次世代の方が集まってきてるのかっていうのはね、ご理解いただけると思うので、なのでそういうその枯れてるってのは嘘ですね、うん、まあそういうちょっといい加減な情報を垂れ流してる有名人の人が、ね、本当にそういうね有名人がこういう情報を流すことで、要するにこれで要するに枯れてるって判断されるとまあ新規の投資家の方もいらっしゃるのではないかなっていうふうに思いますので、まあ例えばその NFT とか調べただけでもこれだけね、うん、上がってるってのをご理解いただけますし、まあまあちょっとね具体的なことはあるんですけど、メタバースに関してどん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 上がってるのでこの報道を受けて、まあ具体的にはサンドボックスとか、まあ、そういうのも上がっているので、まあちょっとまあ皆さんに紹介できる感じで今後ねちょっと銘柄を追加していきたいわけですが、はい、まあちょっといい加減な情報を垂れ流している人がいますね。でちょっとここでメタバースに関して下にね質問がありますので、私の方で全部回答させていただこうというふうに思います。あとそうですね5分ぐらいですね、はい、まあちょっとメタバースって言われてるので、まあメタバースに関してちょっと質問される方が多いと思うんですけど、はい、はい、メタバースの話を、する際は真っ先にセカンドライフの失敗を思い出しますね。ただ VR チャットが、3年かけてじわじわとユーザー数を伸ばしていますので、需要自体は存在していると思いますってことで、これは、間違いです。うん、まあはい、まあ、セカンドライフの失敗というのはこれ正解なんですけど、ただ VR チャットが3年かけてじわじわとユーザー数を伸ばしているって、これはオキュラスの話ですよね。お、うん、まあ一番ねメタバースで成功してるっていうのはフォートナイトの世界で、まあ例えば集まれ動物の森とか、まあマインクラフトとかいろいろありますが、うん、需要自体は存在してるとは思いますってことで、去年の集まれ動物の森の大ヒットっていうか、もう超大ヒットであり、うん、そしてロングセラーの集まれ動物の森で、今もねアップデートが行われている集まれ動物の森っていうことを考えたら、うん、じわじわとじゃないですけど、かなりもう急激に伸びているっていう感じですね、うん、まあ需要自体は存在していると思いますってことで、それはやっぱりユーザーがかなり小学生が多いので、目に見えないところでかなり伸びてきてるってことはちょっと把握しといた方がいいと思います。
で、もう一つ、この人って、この人っていうのはひろゆきさんのことですね。ちゃんと VR の世界を体験してんのかなってことで。うん。まあ、これは正解ですね。はい。ひろゆきさんは、ちょっと個人名出してあれですけど、あんまりそのいい加減なこと言わない方がいいっすね、これ。すでに枯れてるのは全然枯れてないですよ。昨日ちょっと配信してたんですけど、ものすごいたくさんの方がお越しいただいたので、まあそれでやっぱり、まあ、はい、セカンドライフって感じで、まあ特にそのネット上とかっていうのは、まあ、完全匿名で顔出しなしで、まあリアルとは全く別の自分を演じたいっていうのは需要があるので、まあそういうね、をまあこれ今までは匿名っていう感じで、はい、いろんなとこで活動されてるんですよ。これからはね、動的な感じで動く感じで、要するに活動する時代になるのかなっていうふうに思ってます。その結果が要するにエンジンコインなので、まあ他にもちょっとサンドボックスとか、まあ VR の世界がどんどん動き出してるのはありますけどね。ただまあで、ちょっと、今日ちょっと、はい、3つ目の質問ですね。スマートグラス、スマートグラス次第なんじゃないかなってことで、うん、正解です。私いろんな人にオキュラスクエスト2ちょっと使ってもらって体験してもらってるんですけど、やっぱりね、今のその VR ゴーグルだとちょっといちいち装着しないって、この方もおっしゃってますが、面倒だとかつけにくいとかそういう感じでおっしゃる方が多いので、なかなかこうスマホみたいにこう一気に普及しないですよね。もっともっとコンパクトに、今のメガネコンパクトメガネみたいな感じでならないと、ちょっと一気に普及っていうのは難しいと思います。うん、だから要するにコアな層は持ってるけど、一般層にはほとんど普及してないっていうような状況が結構続いてるっていう感じです。だから電車の隙間時間とかにできないっていうことで、これが正解ですね。うん、だからスマートグラフ自体だし、まあそれ自体ね、もっとコンパクトにもっと安価に販売されるようになったら間違いなく普及していくと思います。はい。で、これが、最後の質問になります。アバター作って仮想空間をちょろちょろするのではなく、自分に複数の人格を持てれるようになるのが肝だよってことで、これが正解です。メタバースとかオンライン VR 社会の本質っていうのは何かって言ったら、うん、最も肝になるのは、要するにリアルの世界の自分とは全く違う理想の自分を演じたいっていう人間の欲望があるってことですね。この要するに欲望ってのをまず捉えていただいて、この欲望ってのはどんなにそのテクノロジーが進化しても変わることがないので、うん、まずね、圧倒的大多数の人の需要、うん、圧倒的大多数の人は要するにリアルの自分とは違う理想の自分を演じて、理想の、セカンドライフを送りたいっていう需要がある、わけですよ。その需要を応えるために、要するにアバターとか、うん、メタバースとか、まあそういう世界があるってことですね。まあそういう感じではい、まあセカンドライフなんてあったなとか、はい、ありますけど、でちょっとはい、まあ例えばビジネスモデルに関してもひろゆきさんちょっとよく分かってないんじゃないかなっていうふうに思いますね。例えばコメントであるように、例えばだけどゲーム内のツールで絵を描いて、それを他のユーザーがリアルマネーで購入して絵を描いた人に8割、ゲーム会社に2割とか入るシステムを作ればプチ経済ができるよねって、こればっかりにこだわってるような感じはありますけど、こういうようなそのアイテムの売買をやって要するに収益化するっていうゲーム会社の要するにビジネスモデルもあるわけで、うん、それでうん、ちょっとうん、まあ
まあちょっと的が外れてることが多いかなっていうふうに思ってしまいます。でまあそういう方はねちょっとはい、あんまり発言しない方がいいですね。あんまりよくわかってないこと。まあね、まああまり人をちょっと、あれですけど、ちょっといい加減な情報が過ぎるので。まあそういうことで、まあ最新ちょっとメタバースの情報を得るには、まあ私と、はい、まあ国光さんのような、はい、先駆者の方のね、うん、情報を得ていただいて、まあエンジンコインなんかで確実に稼いでいただいて、まあメタバースの世界に、まあ次世代に投資するっていう意識ですよね。まあ、そういう意識を持って、要するに投資活動を行っていただければと思います。まあ、今週もね、ちょっとメタバースの情報入ってくる可能性もありますし、私自身メタバースの情報をね、提供させていただく、出ます、毎日。うん。まあ、てことで、まあ、ちょっと来週の、配信はちょっと火曜日になるかもしれません。火曜日になる可能性が高いです。てことで、まあ、今日ね、ちょっと一週間、はい。今日もちょっと月曜日で一週間始まります。まあ、今週もね、ちょっと、メタバース、とか NFT をちょっと意識して1週間過ごしていただければと思います。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは1週間頑張っていきましょう。それでは失礼します。さよなら。